30分間喋りっぱなしのパート1を終えまして、速攻パート2に行こうとしています。どうも、ティモンさんです。こんにちは。いやー、びっくりしたんじゃないかな。おそらくパート1を見た人はね。頑張っていきましょう。まさかあんな喋るとは思わなかったね、正直ね。さあ、練習するかい。とりあえずは。みんなハンカチ世代でね、今27歳なんで、伸び盛りですよ。やっぱ大エースって言ったら、ね、左と右のエースがいるからね、うちにはね。うん。で、抑えのエースもいるからね。まあ、負けないだろ。こんな、ちょっと強すぎるかなぐらいだからね、正直。ちょっとごめん、正直。みんなもね、思ってるでしょ。いや、ちょっと強すぎないかと。いや、そんな強かったらマジで、初年度から優勝しちゃうじゃんって。そんなクソみたいな動画見たくないんだけどって、思ってるかもしれないけどね。ちょっとごめんね、マジで。本当に初年度で優勝する可能性全然あるから。ちょっとマジで、それ優勝しても俺は、ごめんと。みんな優勝しちゃったけど、許してちょって、俺は素直に言うと思う。でもそれはね、本当俺は悪くない。うん。やっぱね、俺が強すぎるっていうのが、やっぱそこ、でかいね。やっぱり俺が強すぎた。うん。ごめんな、もし俺がこれで優勝したら。本当にごめん。多分ね、川口さんとかね、4割とか残しちゃうから、どうしても。4割50本100打点とかいっちゃうからね、この能力だと。やっぱチャンス B ついてからな。やっぱいっちゃうんだろうな。いや、楽しみにしとこう。さあ、こんな感じでやっていくかい。いや、まあね、勝つよ。1年目から。もう、ま、1年目からマジで勝っていくよ。本当に。それはもうもちろんだよ。1年目から優勝するつもりで僕はもう回しますからね。さあ、行こうか。じゃあ開幕戦から見るかい？そしたら。開幕戦はじゃあ、どうしようかな。開幕戦せっかくだからね、あれやるかい。出番設定のオートやりますか。じゃあ、川口から。川口。いや、じゃあ、どうしようかな。マーティンで見よう。マーティン、3番マーティンの打席を見ていこう。よし、じゃあやるかい。さあ、新しいファルコンズの出発です。プレイボール。いやー、まさかね、びっくりしたでしょうね。騙しだったとはね。今までのその生放送とかの枠とかがね、全部騙しとは思わなかったでしょ。でもチーム自体はね、作った選手全部これで配信しますんで、それはね、全然安心してください。配信しますよ。ね。配信しますからね。うん、配信しますからね。配信して、ちょっとパワーポイントを稼ぎに行きますからね、僕はね。ファルコンズを配信しますから。さあ、行きましょう。さあ、マーティン、もう早速ホームランとか打っちゃっていいんだよ。全然もう。遠慮することはないさ。いいね、いいね。あ、やべ、セネーム変えるの忘れてた。マーティンのセネームが松岡になってる。後で変えなきゃな。うん、いいね、見るね。いや、向こうやっぱりね、マーティのパワー警戒してるから、やっぱスプリットになってくるね。いいね、マーティ打つね、やっぱりね。いい打撃をしたね、今ね。さあ、点取られたね。まだまだ全然戦えるね。いや、マーティやっぱりかっこいいな。お、いいね、やっぱりマーティは頼れるね。マーティ頼れるね、やっぱり素晴らしいね。よしよし、ツーベースです。さあ、同点にしようか。おし、来た来た。おっと、さあ2点リードされてるけど、まあここはマーティン、ここはマーティン打つからね。全然10割バッターですから、マーティン。でマーティンやっぱ選球眼もいいから、マーティンは。マーティン40本ペースとか。あー、マーティンすごい。マーティン当てる技術すごいね。あー、ゲッツーかい。まあまあまあ、そういう天才でもやっぱそういう時あるよね。おっとっと、ちょっとあれだよ、ちょっと点数が減れてきたよ。大丈夫かい、マーティン。マーティン、ここいらでホームラン打たないとちょっと厳しいね。おっと、ねえ、やっぱ狙いを済ませてしまうね、やっぱりどうしてもね。マーティンやっぱりね、生実家パワーあるから。生実家やっぱスタンドインするパワーあるからさ、もう狙っちゃうよね、ホームランね。なるほどね。さあ、7対1と。まあでも全然ね、うちは戦えるなと正直思ったね。全然戦えるね。まあ今ノリに乗ってるベイスターズに、こんないい試合をできるなんて正直思ってなかった。正直20対10ぐらいで負けるのかと思ってるから。さあ、とりあえず見てみよう。うん。なるほどね、5連敗中ね。まだ1回も勝ってないよ。まだ1勝もしてないよ。1勝もできてないよ、まだ。1勝もしてないよ、まだ。大丈夫？大丈夫？開幕してまだ1勝もしてないよ。20対。おっと、すごいよ、これ。まだ1勝もしてないんだけど。大丈夫これ。
プロ野球チームにある？一勝もできないチームって。プロ野球チームでないでしょ、一勝もできないチームって。勝てそうな試合ちょいちょいあるよ。大丈夫大丈夫、一勝もしないんだけどこんな弱いのこんな弱いの、うちひどいひどいぞこれ一勝もできてないぞ一勝もしないぞ一緒にマジかマジか。ちょっと一応見てみよう、ちょっと何が悪いんだ、我々に一体何が悪いんだ、あの頃のファルコンズは一体どこに行ったんだ。ちょっと一旦見てみよう、何が悪いんだろう。一応今悪いとこ何も、おっと16球団中打撃走塁守備投手が全部16位ってすごいね、弱小球団だね本当にね。ちょっと見てみようとりあえず。あーチームの勝ち頭は誰だ、あ誰もいないな、チームの勝ち頭。ただホールドポイントだけあるな、先発投は21回ですね、うん、いい全然いいよ、ちゃんと仲良く分けてるね、いい。奪三振11個も11個も取せるじゃないかお前、すごいな。失点ね143点、まだ交流戦始まってないっていうのにさあ見てみよう、交流戦始まってないけど、打率2割6分5厘、わあ打ってるね、首位打者じゃないかほとんどな。ホームランは、おっとうちまだホームラン1本も出てないよホームラン1本も出てないチームってあんのホームラン1本も出ないし1試合も勝てないチームって何なんだいやでも全然手応えは感じるんだけどね、まだ手応えはすごいんだけどね。ああ、まだ一勝もできてないな。ちょっと、なんだろうな。あ、一応ルール説明しておくと、既存の選手のトレード禁止です。やっぱね、どんくらい育つかっていうのがわかるんでね。既存の選手はトレード禁止でいきましょう。ノリノリ状態になった。ノリノリやってくれ。せめて一勝したいぞ。一勝もしてないな。すごいな。全く勝てないもんな。勝てる兆しがないもんな。これ144試合負けること、143試合か。143試合負けることあるんじゃないのこれ。勝率ゼロの可能性あるんじゃないの。ちょ、そろそろ誰かホームラン打ってるだろう。誰かホームラン打ってるだろう、そろそろよ。川口あたりがさ。もう負けはいいよ。もう負けはいい。あ、打ってる。あ、3本出てる、3本出てる。鳴海と、黒崎と、坂上か。いいね。出てるね。ホームラン出てるね。いいね。勝ってるね。さあ、既存の選手とトレード禁止で、あと何禁止だっけ？あと、あ、アイテム使用禁止にしましょう。アイテム使用禁止は、アイテムがね、今回使えるんですけど、ちょっと強すぎる。大物ルーキー登場とかがね、ちょっと異常に強い。なんで、アイテム使用をちょっと禁止したいですね。今のところはね。もしもう30年じゃもうクリアできないってなったら、ちょっとガンガン使用したいと思います。今のペースだとね、ちょっとね、ちょっと厳しいですね。うん、1試合も勝ってないですからね、まだね。プロ野球球団なのかな、本当に。草野球球団とほぼ変わらないんじゃないかな、これ。大丈夫か？正直あれだよ。シリーズ史上一番厳しい戦いだよ、これ。シリーズ史上一番厳しい戦いが始まってるよ、これ。今まではさ、まだね、第一シリーズはね、2軍の選手のオールスターで一応作ってね、2回目は全員 FA した状態で2人しか残ってない状態でやったけども、今回はもうゼロだからね、本当にね。一応見てみるか、オールスター選ばれてるかどうか一応見たい俺は。あ、はい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 ね。まあ選ばれてないな。まあ一応オールスター前だから一応見とくか、成績。おーすごいね、30敗30敗45敗っていうのがすごいね。なるほど、105登板ね。ちょっともう心打たれそうだね3人しかいないっていうのがなんか3人しかいないって、これ何のチームなのこれでも川口さんがやっぱね、ベテランだから、やっぱり35歳の13年目の大卒の13年目だから、いやそれなりにシーズンがやっぱね、打率残すね。やっぱ100本ヒット打ってるしね。なるみぐらいだな、見れる成績は。うん、でもホームラン王がなるみだからな。いや、正直これはだいぶ厳しい戦いが始まったな。盗塁ゼロだもんな、まだな。
やべえな、ちょっとこれマジでちょっと30年で優勝できると思えないな、俺マジで。これはちょっと厳しすぎるな。ちょっともう1年目はちょっと飛ばそう、全部。もう無理だ。もう一生もできねえ。もう無理だ。こんな厳しい戦いが始まったか。そっか、考えもんだな。あ、一勝した、あ、一勝した、一勝した。嬉しい、嬉しい。誰が勝った。誰が勝ったんだ。誰に勝ち星がついた。勝った。あー、中村についたか。そうか。一発と乱調がついてる。乱調する。みんな乱調ついてる。勝ったか。そうか、勝ったか。嬉しいな。勝ったか。うち勝てるんだな。ゲーム差もやっぱちょっと縮まったもんな、心なしか。勝ったな。超嬉しいわ。一勝できたわ。いや、これは嬉しいね。いや、もう全然もう心痛まないもんね。この後もう全部負けても。一勝できたって嬉しさがさ、142敗するっていう悲しさを通り越すんだよね。いや、これは嬉しすぎる。ヤクルトに6対4で勝ったよ。もう忘れない今日という日を。今日という日を僕は忘れない。あ、勝ったヤクルトに負けた。ヤクルトキラーだぞ、うち。うちヤクルトキラーだぞ。やべえな、ヤクルトキラーいるな、うちに。ヤクルトも多分、来年から多分、うちを警戒してくるな。すごいな。奇跡的に100ゲーム差はつかなかったけど、99ゲーム差がついた。ギリギリ99ゲーム差が止まったけど。あー、懐かしいな、これ。なんか、初年度もこんな感じだったな。68ゲーム差がついて。懐かしいな。こんな感じだったわ。よし、オフシーズン頑張ろう。いや、でもね、やっぱり、そうですね、やっぱり希望を捨ててはいけない。新人王あるかもしれないから、やっぱりここら辺はやっぱ選ばれないさ、ね、すごいよね。ゴールデングラブ、桑田、古田、ロペスなんで入ってんだろう。通信の中でよくロペス入ったな、この流れで。新人王鳴海来た。新人王取ったぞ。来たぞ、新人王鳴海来た。うちの名物選手ができたな、ついに。看板選手鳴海ができたぞ。来たな。ちょっと鳴海の今季の成績見よう。うちの看板選手鳴海の成績を見よう。さあ、やっぱ鳴海、あ、150本打ってんだね、ヒットね。そら新人を取るわ。こら新人を取りますわ。いや、これは取るね。これは取らざるを得ないよね。150本ヒット打ってたらね。よかったよかった。いや、よかったね。ホームラン王は坂上か。そうか、4本。打点王も坂上か。2冠じゃないか。チーム2冠。打率は2割7分1厘が最高か。で、ピッチャーは、あ、今田だけが1勝もしないのか。おそらく本格派だ。ね、俺もそう思った。本格派だろうなと思った。みんな漏れなく乱調ついたね。いや、どうにか99、いや、セーブもついてんだ、一応ね。田中すげえな、やっぱりな。いやー、ちょっとこれは年俸相当上げなきゃいけないな、なるみは。10億ぐらい上げたいね。さあ、コーチはね、正直変えてっていいんだけど、まあ変えてっていいんだけど、別に変えたところでみたいなとこあるから、ちょっと、コーチはちょっと3年ぐらい固定してみるか、一回。やっぱ1年でね、やっぱりね、ダメだっていうのはね、やっぱ、それは違うと思うね。やっぱ1年ごときでダメだっていうのは、それは違うよ。やっぱり人間チャンス与えなきゃだな。じゃあどうしようかな。じゃあ川口。正直、まあ、鳴海には1億あげてもいいと思う。これは正直1億あげたい、俺は。これ1億あげない。まあ、逆にね、俺のマーティンの期待値が高かった分ね、ちょ、マーティンは下げなきゃいけないね。やっぱ4000万ぐらいちょっと我慢していただきたい。で、川口さんはやっぱりベテランでチームを引っ張っていってくれてっていうところを評価して9000万やん。これは川口さんあげていいと思う、全然。で、岡林か。岡林はファーストレギュラーで使って2割か。これはちょっと大減俸だな。ちょっと期待にそぐわないな、みんな。ちょっとみんなちょっと、もう一回ちょっと考えてごらん。自分の胸に手を当てて。6000万もらっていい成績かどうかはちょっと考えてごらん。それ。なちょっともうちょっと考えてごらん、みんな。4000万円でもだいぶ情報してるよ、僕は。4000万円は正直かなり情報してる方だよ。ちょっともうちょっと皆さんね、ちょっと気持ちを入れ替えて。その、坂上はちょっとチーム2冠だからやっぱ8000万ぐらい上げたいな。もう一回ちょっと、みんなね、一応4000万上げるけども、みんな。一律、じゃあ一律4000万にしよう。
みんな一律4000万あげよう。ただ、もうちょっと頑張ってくれよ。成績を残せばね、やっぱ1億もらえるんだから、うちのチーム。な、新人王の子取れば、それは1億あげるさ、うちはね。そういう義理と人情でやってますから、毎年。そうやっていこう。さあ、99ゲーム差か。頑張っていきましょう。ただ、うちのチームはね、やっぱりドラフトで入ってきた人間がね、速攻即戦力でね、レギュラーでいけるから。最大10人取れますからね。今年は最大10人取れるから。東北のドクター K、草間、竹野。ちょっとここら辺は取りたいね、やっぱりね。やっぱ注目選手は取っていきたい。競合してでもやっぱうちはエースが一人欲しいな。ちょっとエースをまじ、ま、あ、てかエースとか4番が欲しいな、まず。あ、これはいいね。ところ、あ、こいつもいいな。ちょっと待ってくれよ。ちょっと強すぎないか、みんな。D があるってちょっと強すぎないか。高校ナンバーワンキャッチャー。ちょっと、マジか。お、怪物とかいんの？怪物取ろうぜ。あ、ちょっと、まあ、焦燥か。時期焦燥。あ、ちょっと待って、もう怪物じゃねえか、こいつマジで。ちょ、これは怪物なの？ちょ、向こう山取ろう。ちょ、第一候補向こう山。向かい山か。わからんけど。よし、決まった。向かい山取ろう。こいつがいれば、多分、うちは相当強くなる。1位になれる。誰も取んなよ。おい、ロッテ、ソフトバンク、おい。ちょ、マジ3球団競合やめろって。うら見たか、うらこういうことだよ向山、ようこそ。あ、ところ、取れた。よし。一気に主砲2人取れたぞ。あとはピッチャーだな。そう、これバグなのかわかんないけどさ、あれなんだよね、なんかね、ドラフト0円なんだよね。これなんなバグなんこれ。いや、バグだとしても、ちょっとこれは嬉しくないバグだね。これはいいね。ちょっとガンガン取った方がいいね。とりあえず今、どこ取った？ショート取ったね。ショートは取ったぞ。ショート取ったから、あと取るべきなのは、これ三角押したらどうなんだこれ。ショート取ったから、ショート外野取ったでしょ？ショート外野取った。ってことはもう、あとサードとか取ればいいのか。準優勝してんのか。すげえな。そう、今回からね、こういうね、なんかね、表記がね、なんか、その人の人生みたいなのがね、出てきたんで、ちょっとそれはね、楽しみにしときたいですね。なんか、今まで裏設定自分で考えてやってましたけど、それを今回考えなくていい。まあ、考えなくていいっていうのはちょっと良くないけど、まあ、ちょっと楽になった。まあ、脳内設定がさらに膨らむようになったってことですかね。そこがね、今回ちょっと楽しいなと思います。にしても10人取れんだね。ちょ、取りたいね。ガンガン取りたいね。うち絶対レギュラーだからね。言っちゃ悪いけど、絶対レギュラー取れるからね。しかし、キャッチャーも取れたからね、今。なんか、高校ナンバーワンキャッチャーみたいなやつ取れたぞ。ドラフト自体は当たりだね。ちょ、ガンガン取ろう。ドラフト全員レギュラーだから。全員レギュラーになるから、これ。ちょっと、ガンガン取らなきゃ。まず選手が足りない、うちは。ちょ、取ろう。ガンガン取ろう。あと、どこが足りない？ピッチャー足りないか。ちょ、襟好みとかできねえんだな。ちょ、稲本取ろう。左、左腕欲しいわ。ここら辺の人間が、やっぱり、後々、やっぱ、エースとして活躍していったりするのかな。そう思うと胸熱ですな。セカンドとかちょっと即戦力欲しいね。社会人。いや、ちょっとこれは熱いドラフトになったな。このドラフトは熱いな。サード取ったっけ？サード取ってるか？取ってるな。もう一人ファーストもできるやつ欲しいな。あ、終わった。10人取ったんだもん。早っ !10 人早っ。はい、まずドラフト1位ね。はい。はい、久永、はい、梅田、はい、はい、はい。とりあえず、うちの永久欠番は10番ですから、笠岡の10番のみと、あと、鬼塚の6番か。もうその2つを永久欠番と指定しますから、そこだけはちょっととりあえず、まず一旦、そこは徹底しよう。そこはまず一旦徹底しよう。背番号設定だけは徹底しますから。ここで背番号つけよう。じゃあね、どうしようかな。あ、ちなみに監督、藤監督っていう、この男前な監督です。
どうしようかな。まあ、6番はとりあえず上げないとして。どうしようかな。じゃあ、とりあえず、お、これは期待できるね。パワーヒッターなんだ。これは期待できるね。じゃあ、10番はちょっと与えられないけど、とりあえず1番ぐらい与えるか。ちょっと。ちょっと1番はマジで与えたいな。1番与えたい。で、次。飯島もちょっといいね。これはいいね。どうしようかな。何番与えようかな。一応35番ぐらい控えめに与えとくか。で、塩田。セカンド、ああ、すごい堅実な守備かな。積極打法、身長通り。ねえ、いいね。じゃあ、とりあえずまず、勉強の意味を込めて、まず、とりあえず30番台にしようか、みんな。とりあえず、向こう山以外。向こう山以外、ちょっと全員30番台にしよう。一旦。ちょっとそれでいこう。勉強の意味を込めてね、一旦だよ。一旦ちょっと全員勉強の意味を込めて30番台しますけど、まあ、後々なんかね、こう、いや、こいつはすごいやつだなっていうのが出てきたら、いい番、あ、でも、ところ2番与えるか。ところには2番与えよう。期待の逸材。これは、期待の逸材っていうのは、早熟じゃないから、まあ、普通か万世っていうのが確定しますから、これはいいですね。いいドラフトになったね。これはいいドラフトになった。嬉しいね。久永。怪我しにくさとエラーがついてるのか。ちょっとこれもったいないな。一応勉強の意味でね、34番。で、ピッチャー陣か。まあ、ピッチャー陣もな、まあ、ちょっとこの梅田に関してはちょっとエース的な役割をちょっと果たしてほしいから、ちょっと12番与えよう。で、稲本にも13番与えよう。これでいこう。よし、決定。いやー、熱い戦いだった。よし、じゃあパート3はこれで、あ、パート2か、パート2だっけ、パート3だっけ、どっちか忘れちゃったな。まあ、とりあえず今回はこれで終わります。それではまた次回、さよなら。